タムワース子者が生まれたストーントンハロルドホール2007年撮影タムワース子者ロバート・シャーリーはグレート・ブリテン王国の政治家1713年から1714年まで庶民院議員を務めた1711年から1714年までタムワース子者の儀礼称号を使用したロバート・シャーリー閣下とアンフェラーズの長男として 1692年12月28日にストーントンハロルドで生まれ、1693年1月9日に同地で洗礼を受けた。1698年3月に母が死去するとタムワース城やウォルトン・ウォントレントなどの辞書を継承した。これらの辞書は1688年時点で毎年約2000ポンドの収入が得られるという。 1699年2月25日に、父が死去すると、祖父の法廷推定相続人になり、1711年に、祖父がフェラーズ伯爵に上されると、シャーリーはその法廷推定相続人として、タムワース死者の儀礼称号を使用した。1713年イギリス総選挙で、トーリー党候補として、レスター社選挙区から出馬した。 タムワース支社区の出馬は1713年1月に決定され、それが発表されると、ホイック党から初代ハーバラ伯爵ベネット・シェラードと第3代順団シャクサーギルバート・ピッカーリングが出馬すると噂されたが、第4代順団シャクサージョージ・ボーモントによると、タムワース支社区とその支持者がホイック党員にお金を浴びせて立候補を取りやめさせた。これにより、 タムワース子爵は無投票で当選した。議会では1714年6月22日に関税に関する議案で投票集計係を務めたが、直後の7月5日に天然党により生涯未婚のまま死去、21日にストーントンハロルドで埋葬された。父に先立って死去したため、借位を継承することはなかった。母から継承した領地は、 妹エリザベスが継承した。ありがとうございます。